紙を使って壁面に飾るとっても簡単な花瓶を作ってみましょう。まず A4 の特厚上質紙を半分に切ります。両端を 2,3 センチ折って、角を半分ぐらいまで斜めに折ります。一番下を折り上げると花瓶の底ができます。花瓶の口の部分は先に折っておき、細く三角に折ります。これで花瓶の形ができました。幅1センチの両面テープを裏側からぐるっと一周貼ります。途中で切っても構いませんが、剥がすときにつながっていた方が剥がしやすいです。口の部分は開けておきます。最初に半分に切った残りの紙の上に貼ります。両面テープをのけたら、口のところに鉛筆などを置き、少し空間ができるようにして貼り付けます。周りの余分なところを切り取ったら、これで花瓶の出来上がりです。裏側に両面テープを貼ります。位置を決めたら、両面テープだけではなくボンドや画鋲でしっかりと留めてください。ここにススキや桔梗などを生けていきます。重みがかかっても大丈夫なようにしっかりと貼っておきましょう。お団子と組み合わせて十五夜の飾りに使ってみました。